エコです。アリエです。ピンクラテティに始まるよ。イエーイ。はい、はい、はい、今回はアリエとエコのキャリーバッグの中身紹介です。イエーイ。このお部屋です。なんといってもひめかちゃんたちとは全然違う。もうめっちゃ可愛いんです。本当に同じかと思いきや違う。ドアが多かったりですね。もうここの背景がもうスキー、そう、アンドルスキー地中海をイメージしたお部屋になってます。しかもね、ちっちゃいね、ソファもあるのよ。ソファよ、すごいの、めっちゃ可愛いの。ターコイズブルーのね、ソファ今ピティさん座ってるんだけど、そうキャリーバッグは青いちっちゃなツルツルのものです。私は軽いから、まあ、シンプルで普通のダサいやつです。ダサくないですよね。ダサいですよ、まあ、軽い重視なんで、まあ、可愛いとかも別によ。2人で統一感を求めたんですよ。そうなんですよ。それでいろいろ相談した結果は、自分たちの好きなキャラクターを詰める。いいじゃないですか。いいじゃないですか。では早速拝見していきましょう。はい、どうぞ。私は、まあ、やっぱり私の好きな代表作といったらアピジちゃんじゃないですか。まずこちらのスペースに入れたんですけど、これかわいい、かわいいんです。おももちゃんです。エコが名付けた名前はネムネムアピーチちゃん。前歯が出てるっていうのが赤ちゃんみたいでかわいいですね、うん、なんかお尻に目はない。これ穴なんです。穴なの？おけすの穴なんです。え、二つもあるけど。そうなんですよ。やばい、未確認生物なんです。そしてこちらのランチョンマット入れみたいな巾着袋です。こちら前歯が出ているやつで、前歯アピーチさんです。でこの中には洗顔とかするとき用の、え、かわいいんだけど。そうなんです。このモフモフのディズニーのターバンがついています。かわいい。ダルミッシュは好き。好き、好きなの。好きなのよ。好きなの。許して。許せない。そしてこちらのアピーチのトラベルセットには洗顔フォームとかメイク落としとか、いろいろ自分なりのアメニティが入っております。そしてこちら、これタブレットが入ってたんですよ、桃の。なんかめっちゃ桃のいい香りがするんです。すっごい匂い。アメピンを入れました。コンパクトでね、そして可愛い、可愛い。あとはこのアピーチ、なんかこれはただアピーチを入れたくて、小銭だと10円くらいしか入ってないです。じゃあこのアピーチでした。そしてピンクラテのポーチに薬系が入ってます、医療系。そしてこの袋には下着が入ってます。パジャマなんですけど、このバーバーパパなんですね。かわいい、黄緑のバーバーパパで、これでそしてこちらがウサギちゃんの扇風機です。こちらが私のアピーチコーナーでした。じゃあ行きます。まずね、もうかわいいよね。めっちゃかわいい。デートの棒読み。はい、かわいい。かわいいでしょ。ここにはもうコードとかも全然入ってます。はい、こちらはかわいい。もうまずかわいいですよね。何が入ってるんですか。いろいろ入ってるよ。ドラえもんのアイマスク。ドラえもんのアイマスク、まあ、かわいいね。かわいいです。ここでもすごい生きたので、次にトランプ、あと汚いウノ、あとドラえもんとドラえもんのシャボン玉。すごい、そんなのあるんですか。あとやりたいと思います。こちらはネムと遊び道具です。じゃあ次はこちらです。かわいい。かわいいでしょ。ドラえもん裏かわいい。裏はちょっとね、汚れちゃったんですよ。汚れの部分を隠しました。今かわいいでしょ。で、この中には洗面用具とか、はい、ピティさんからもらったクシとか、アセフィキシートとか、鏡とかもいろいろ入ってます。次は明日の服が入ってます。あと、キミカとお揃いなんですけど、何でしたっけこれ。日焼け止めです。これでアリアちゃんみたいに白肌になりますよ。あと、靴。はい、片方は以上です。じゃあ私の片方を紹介していきます。もう終わりに近い感じなんですけど、こちらがお洋服とですね、このちっちゃいピンクラテにはスースーするソープと、そしてこのティッシュとクシと日焼け止めですね。あとこの歯ブラシセット、でこちらがいろいろ入ってるポーチです。はい、じゃあ私のもう一個の方紹介します。かわいい。ドラえもんのメガネケース。めっちゃここがモフモフなんです。
ですよ。え、メガネなんですか。私目が悪いの。今はコンタクトしてるけど目が悪いのよ。これの目が悪いの。可愛いんですよ。アンドの好きなんですよ。どっからどう見ても。はい、これはタイムクロスキー。え、超可愛くないですか。やばいですよね。はい、これは、あ、下着です。これはピンクラテのこのちっちゃい袋にゴムとピンとかいっぱい入ってます。あと、このとても可愛いドラえもんも。アンドらしいじゃん、めっちゃ。え、え、めっちゃ合ってるやん。え、ここに飾ってもいいぐらい。ここでさ、こうやっていくか、こうやってやっても分かんなくない。はい、こちらはタオルです。で、これはカバンです。で、これが私のね、お気に入りのジャッフィンの歯ブラシです。あと、服とアイテムです。はい、以上のドラえもんでした。じゃあ、全体公開をしたいと思いますが、これで大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないですね。私、ピティカメラです。まずエコちゃんの方はこんな感じで、マリタピンクで統一されてる感じだと思います。本物のピティが後ろにいます。この統一感のあるピンク、以上でございます。そしてこちらアリアの、私に詳細させて。アリアめっちゃアンドザシーじゃん。こっちは、え、やばくない、全部隠しちゃういかがだったでしょう。してきました。ピンクと青、そしてアンドザシューズ、ピンクをブラック演出したらブルーが見つかりました。ほう、楽しい。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。素晴らしい。今完全無視でゲストモデルの方々、私が今小学少年のおさなやったのをもっとクオリティ高く見せてくれるから、皆さんゲストウォーキングをお楽しみください。今からお届けするのはこちら、ゲストウォーキング。さあ、それでは一発目から紹介していきましょう。まず一発目紹介するのはこちら、須貝アリア。ないですね。